チョイスのマークシーン、田澤翔ちゃんと、はい、チェレイということで、今回はね、僕一人で、企画を進めていくんですけど、はやてくん、僕ら、今年であることがね、大きく変わったじゃないですか。まあ、成人を迎えたってのがあるかな、はい、僕らね、今年でみんな二十歳になる年なんですけど、まあ今回、この企画ね、アクレンで初取り扱います二十歳になってできること、二つありますね。一つが、まあタバコが吸えるようになるね。そうだね。まあ僕は吸わないんですけど、ちょっと無縁です。もう一つが、お酒を飲めるようになる、こっちに関してはね、これから先、先輩の YouTuber さんだったり、まあ お付き合いとかね、結構ね、ちょっとお酒というのは関わらなきゃいけない場面が出てくるかもしれないんですよね。そうだね。だからそうなると、何が必要かって、自分のそのお酒のキャパをある程度知っとかないといけないよっていう、せっかくなら今回企画としてやらせていただこうと思います。おー、ということで今回やっていく企画は第1回はしご酒で自分のキャパをしよう、しょうちゃん編。イエーイ。まあしょうちゃん編ということで、まあ今後もしかしたら他のメンバーもやってもらうと思います。まあお酒の取り扱いなんで、これをカメラマンから強要されたとかじゃなく、自主的に今回はね、すべて行っていきます。今回どういう構成で進めていくかって言いますと、これからまあいろんな飲食店だったり居酒屋さんだったり入って、ある程度注文しなきゃお店にも失礼なので、1店舗につきお酒は2杯、そして1品の食べ物を必ず頼みます。それで何店舗行けるか、まあ何杯飲めるかっていう企画でやっていきます。なるほど。で、終わりの判定、これが難しい。そうだね。これに関しては自分でもね、そのある程度の限界って飲んでればそのうち分かると思うんですよ。これ以上飲んだら自分、例えばぶっ倒れちゃうなとかさ、まあ、そこまでね、行っちゃまずいなとか自分で分かったら自分でセーブします、で、お酒なんて気づかない場合がある。まあまあまあ、そうだね。その場合はカメラマンが見てて、明らかに翔ちゃんこのままだともう次ぐらいで調子狂うなとか、そういうカメラマンの判断も合わせて、自主セーブもしくはカメラマンストップがかかるまでやっていきたいと思います。オーケー。お店どれくらい回れると思う？そうだね、まあ 5,6 店舗、自分的には行けたらいいかなっていう。まあ10杯以上、10杯ぐらいかな。まあ、10杯飲めれば多分ある程度のお付き合いはいけると思うので。そうだね。まあ、それぐらいを平常心保った状態でいければいいなっていう。ただ分からないから、まあ、試して2杯で潰れるかもしれないしね。それはそれでおもろいから。それはそれでおもろいから、ね、まあ、そういうのを含めね、今回自分のキャパをしろということで、自主的にやらせていただきます。それではいきます。ということで1店舗目、こちらです。アクリタバイハンベ、ハンベ、こちらのお店で。ということで、はい、はい、久々なんだよ。あ、そう。もうだって1ヶ月以上飲んでないか。ああ。いただきます。わざわざ出さないか。僕飲めんだよ。すっごいレアな翔ちゃん。翔ちゃんレアだ。めっちゃレアだ。あ、うまいね。美味しい。美味しい。いただきます。焼き鳥。美味しいやこれ。美味しい。素晴らしい飲み食いながら。ごちそうさまです。うまい。生って感じ。生じゃない。さっきだ。さっきが生だけど。さっきが。様になってんな、なんか。一つ一つの動作が。じゃあね、ここのテンポは、出ます。これで。こんな早く出るってないよね。お店でもいいんじゃない？いいの。あ、もうさっさと飛んでいかんから。だって、入って20分経ったら15分ぐらいで、そうだ、15分ぐらいでさ、2杯飲んで帰るって早いよ。お願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、1店舗目終わりました。うん、まあ、ちょっとね、視点がね、ぶれるんで早いな。今日調子どうなのか分かんないけど、まあ、とりあえず次の店舗探しましょう。行きましょう。はい。ということで、いきなり音声変わっちゃったんですけども、このお店のね、BGM が結構でかくて、
いろいろ著作的なね、著作権的な問題があったので、ちょっとここだけアテレコにさせていただきますと。で、今回、焼酎1杯目がレモンサワーのね、ジョッキーのやつを頼みました。これが今、お通しの、なんだっけ、エビせんっていうんだっけです。で、これがね、頼んだ料理の唐揚げなんですけど、むっつりでくっそでかい上に安いっていうね、そしてめっちゃ熱い。すっごい美味しいんだけどね。で、これがカシスオレンジだ。カシスオレンジなんだけど、めちゃめちゃ甘くて飲みやすいらしい。ごくごくいっちゃうよーって。ということで、2店舗目が終わりました。うん、まだ平常心は保ってる。ただ目だけちょっとふわっとしてる。なんで、まあ、次、ちょっと個室で、ちょっとトークしたいなって思ってるんで、ちょっと個室のお店を探しましょう。行きましょう。ということで、生パイナップルサワーです。うん、うまそう。すごいじゃあね、3点もめ乾杯。はい、絶対に。はい、やばい、お酒味が強い。お酒味強い。入ったらちょっと苦手なんですか。で、食べ物がこちら、牛角カルビの中。なだから3軒目。早い。早すぎ。体的には変わんない。1店舗目終わって、お酒入ったなって感じの、なんていうの、重力がさ、1.01 倍になるみたいになったんだけど、とりあえずそこから変わってない。慣れちゃったらもう長いか。これね、画面越しわかるかな。わかんねえな。これ赤くなるんだよね。すごい。そう。痒くなっちゃってるのかぐらい赤くなっちゃって。俺と飲みに行く機会があるときはね、ぜひ見せてって。また物好き。いずれ、まあ、好評ならさ、颯君がやるときも来るかもしれないわけじゃん。まあ、可能性的にはある。どう？の今の見る感じ、ちょっと俺ね、やばそうだなと思って。カエテってさ、アルコールに弱いんじゃなくて、カエテってどっちかっていうと、お酒の味が嫌いじゃん。アルコールの味が、なんか、アルコールランプ飲んでるような感じ。そう、極端だけどね、そういう連想になってしまうわけよ。好みではないから、なんか、うんってなっちゃって、一杯飲んでもいいかなはい、1杯目会員です。はい、ということで、2杯目こちら、梅酒ロックです。じゃあ、いただきます。濃いね。現役だからな。今日の濃いな。今日の濃いな。濃いな。前回より濃いわ。あ、じゃあ、飲み切って出ます。ごちそうさまでした。はい、ということで、とりあえず牛角出ました。ということで、続いてなんですけど、もうすぐそこにある、ペコリっていう、ペコリ、もう友達に勧められたお店なんですけど、そこね、あのラッシーのお酒があるんですけど、それが美味しいので、そこでちょっとね、久々にあれを飲みたいなってことで、いいね、行ってきたいと思います。大丈夫？ふにゃふにゃしてない？ちょっとふにゃってるね。でも、意識はある。まっすぐ歩けるし、ま、意識なくなってもらっちゃ困るんだけどな。ということで、ペコリ入りました。うん、じゃあね、僕が頼んだのはこちら、ラッシー。さっき言ったラッシー、めちゃめちゃ美味しそう。いちごです。いちごラッシーのアルコール。じゃあ、乾杯。4軒目。はい、イエーイ。いちご牛乳みたいな感じ。おということで、こちら、ハヤテ君とね、半分ずつするっつって、頼んだ、マルゲティータピザです。めちゃうまそう。あー、楽しそう。じゃあ、バナナラッシーです。いただきます。いいね。うまうまい。ということで、うん、とりあえずね、4軒目、8杯終わりました。結構すごいんじゃない今。まあ、ふわふわ感はね、ちょっと増した。テストしよう。まあ大丈夫なんです。まだ大丈夫。全然余裕じゃん。まあうまいよ。まあ。でももう飽きたんだ。
飲み終わりました、うん、まあ記念すべき10杯目終わったんですけど、終わったね、あ全然余裕だ、おうおうおうおお、僕が頼んだのは焼きそばです。うん、さっぱり系だ。飽きたな。もう顔つきが変わってる。相方が酔ってるけど、うん。いや、おもろいよ。な自分が冷静に。おっさん、ほら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 。ねえ、そういうことよ。ダメだ。別におもろいこと言ってないぞ、俺。ダメだ。うわ、恥ずかしい。何だ皆さん、これだよ。これがアルコールの魔力だからね。みかんサワー出ました。めっちゃ美味しそう。ということで、6店舗目終わって、結構出るけどね。いや、もうだいぶよ。一応検査しとく。あ、そうだ。一応検査しとく。全然余裕だそしてまたテレコになりますと、ここね千葉ちゃんなんですけども、あのめちゃめちゃね、周りの人の声もやっぱ大きいのよ。結構お出来上がってる人たちもいらっしゃった。なのでね、えげつない話とかね、重要っぽい話とかもこうガン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 入ってきちゃうから、あまり流すには適さないかなと思って、またアドレコにさせていただきます。ということで今回ね、最初カルーアミルクをちゃちゃ飲んだと。でこれがまたカシスオレンジだね。そう、この2杯を飲んだんだけど、めちゃめちゃねこれもまた美味しいと。カルーアミルクもね、カシスオレンジもね結構こう好みの味だったらしく、なんかカシスオレンジに関してはなんかトマトみたいな味がするなんて言ってたけど、だんだんやっぱ翔ちゃんもねここまで来るとやっぱりちゃんと酔いが回ってるんだよね。結構ふわふわした感じで、カメラ回っているとこはまだまともだったはずだったんだけど、もう回っててもなんかだからふにゃふにゃ、へにゃふにゃし始めちゃったんだね。ということで乾杯いたしましたと。はい、ということでね、あはは、いあはは、なんか食べ物は、もちろんアーンカルビ、お腹いっぱいだけどね。で、飲み物が俺初めて頼みました、うん、ウイスキーがお好きでしょう。あ、ウイスキー初めて飲むんですよ、うん、あ、ちょっとどんなもんかなっていうの、せっかくならここでデビューしようっていう、この15杯目を使ってデビューって考えてたんだね。痛いもん、舌が。リアルゴールのピーチ風味。あ、アルコール感そんなにない。ということで16杯目、うん、簡易です。ごちそうさまでした。8点も終わりです。ということで、うん、あ、終わりました。結構来てるよ。でもいや、すごいよ。見た目から変わっちゃってるから。顔赤いでしょ。ギンボン真っ赤。でも、まっすぐ歩けると思う。全然余裕だ。全然余裕じゃないの。なんで余裕なんだよ。まあ次のテンポ行きましょう。ということで、9店舗目、うん、ラストです。ラスト、まあ理由としてはちょっとね、居酒屋ね、俺空気感合わないんですよ。なあ、ごめん。ということで、うん、9店舗目、うん、18杯飲んだわけなんですけども、うん、まあ、次行きたいっていうところで言いたいところなんですが、うん、まあ、この企画前提として無理する企画じゃないんですよ。そうだね、自分のキャパを知ろうっていう企画で、うん、前提として潰れるっていうわけじゃないので、まあ、ここで終わりにしたいと思います、うん、まあ、ここで終わりにしたいと思います、まあ、ここで終わりにしたいと思います。翔ちゃんは、まあ、最低でも18杯は最低でだからね、最低で18杯お付き合いできるので、
ということで、ぜひ、先輩の YouTuber さん、ご購入させてくださいお願いします風を聞いて走ってゆく希望の街へと チャンネル登録、高評価よろしくお願いしま す, お願いします。ということで、じゃあまた次回の明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。あーもう帰ろう。帰る。